です、今週もジャンプの感想を話してみようかと思います。ブリーチ最終回、ついに最終回しましたね。686話です。いやー、そのあれですね、まあ最終回の内容についてはまあジャンプを読んでもらうのが一番だと思うんですが、いや、衝撃の重大発表が何かっていうのがお盆の間気になってましたが、本当に衝撃でしたね。いや、まさかそんなことになるとは。で、まあ、うすうす考えてたところもあるんですけど、そうですね。いや、またね、最近スマホとかでゲームになってるんで、まあ、2度目のアニメ化かなとか思ったりもしたんですけど、もしくはそのアニメ映画化とか、あるいはその続編が出るとか、そういうのを考えたんですが、まあよく考えればね、そのベタなところかもしれませんけど、なんと実写映画化でしたね。いや、もうびっくりしましたね。最近その暗殺教室もそうですけど、そのね、暗殺教室、まああとサイキック2の災難とか、ジャンプワンが結構実写映画化になりがちだったんですけど、まさかブリーチが実写映画になるとは。しかも主演が福士蒼汰さんだったとは。いやー、まあこれね、なんかで多分ツッコミ入ると思うんですけど、まあ、黒崎一護っていうとその名前は黒、もしくはブリーチですから、その白とか髪の毛の色のオレンジとかがイメージだと思うんですけど、福士蒼汰さんってね、思いっきり名前に青がついてて、まあそれは全然関係ないですけどね、本当に関係ないですね。今ふとそんなこと思ったんですけど、いやー、どうなるんでしょう。その僕ほどその福士蒼汰さんにそんなに思い入れのない人間っていうのもいないと思うんですけど、ちょっとこのね、ブリッジという漫画が実写映画になるにあたってどのように演じられるかっていうのは気になるところですね。なんとなくイメージとしては優しげな印象があるんですが、まあ、いちごが優しくないなんてことはないと思うんですけど、まあ、刀を振り回すような攻撃的な部分とかがどういうふうに描かれるのかなっていうのが気になるところですね。あと、まあ15年やった連載を映画版って一体どこまでやるのかなっていうのが気になりますね。まあ、前後編とかでソウルソサエティ編終了ぐらいまでとかですかね、アイゼンを倒すあたりとかまで、まあ2時間、いや4時間か3時間ぐらいでいけたらいいなぁなんて思いますね。っていうような、まあ衝撃の情報もあったんですけど、いやー、15年続いたブリーチがついに最終回ですよ。僕は前の連載のゾンビパウダーも読んでたんですけど、15年は長いですよね。前回ニセコイが最終回しましたけど、ちょっとブリーチロスみたいなのが来るかななんて思いましたね。その来週のジャンプからもうブリーチが乗ってないっていうようなロスですね。なんだかんだで毎週楽しみに読んでたんで、それが15年ですからね、ちょっと悲しいななんて思ったりしますね。作者コメントを見ていてもやっぱりそのブリーチに触れてる作者さんが多くて、新連載の約束のネバーランドの、作者の人は、まあ、学校で読んでいたブリーチみたいなことを書かれていて、まあ、15年ですから、今30歳の人は15歳の時、まあ、20代の人はそれこそ小学生の時とかに読んでた可能性があるわけですよね。まあ、ちょっと悲しいですよね。それと、まあ前回の感想でも話してたんですけど、まあ結局ね、そのよくわからないままに終わったってことも結構ありますから、まあ、コミックスとか見れば書かれてるのかもしれないですけど、どうなんでしょうね、そのあたり。なんかその公式の設定解説本とか出たら買いたいなーなんて思いましたね。まあ、その分からないことを考えるっていうのも、まあ、漫画の一つの楽しみ方かもしれませんけどね。はい、てなわけで、ブリッジ最終回の感想でした。面白かったです。
まあ、あのコミックス派の人はコミックスで読むでしょうし、まあ、ジャンプを、まあ、買ってる人は、まあ、買って読まれるのが一番だと思います、うん、なかなか良かったです。感動しました。はい、というわけでまた、ジャンプの感想でお会いしましょう。まあ、次は久保先生の新連載もしくは新作読み切りとかの感想も話せたらいいななんて思います。それではさようなら、またお会いしましょう。